皆様、こんにちは、テクノアイです。今回の番組では、MMD ファイルをタイムラインに変換する方法、シーンに音源を追加する手順、そしてタイムラインのアニメーションと音源を同期させて再生する方法について簡単にご紹介します。はじめに、プラグインに MMD2 タイムラインのプラグインを追加します。 プラグインズのタブからアドプラグインをクリックし、一番下に追加されたセレクトファイルをクリックします。バムアップデータの配下のアトオンパッケージ図をクリックし、MMD2 タイムラインのパッケージをクリックします。カスタムの中の MMD2 タイムラインパーソンアトムの CS リストを追加します。画面が戻りましたら、オープンカスタム UI をクリックします。 ハイヒールを履いている場合は、イネ h ブルハイヒールをチェックします。ステップ1で、イントアトムをクリックします。ステップ2で、インポート VMD をクリックして、VMD ファイルをインポートします。なお、VMD ファイルは、バムアップでいたフォルダの回フォルダに用意する必要があります。ステップ3で、スタートサンプルをクリックすると、 通常より速いスピードで再生が始まります。再生が終わったらステップ4でエクスポートします。いかがだったでしょうか ?VMD ファイルをエクスポートすることができましたので、次はタイムラインにインポートします。なお、あらかじめ追加したいシーンにアシットバブル様のプラグインが入っている前提でご説明します。 タイムラインプラグインのカスタム UI を開きます。m o のタブをクリックし、インポートエクスポートアニメーションをクリックします。インポートアニメーションをクリックして、先ほどエクスポートしたアニメーションをインポートします。インポートボタンをクリックすると新しいセグメントにアニメーションが追加されます。今回のケースでは、すでにセグメント2までありますので、 セグメント3として追加されます。いかがだったでしょうか次に、シーンオーディオに楽曲を指定し、アニメーションと同期して再生する方法をご紹介します。手順を簡単にご説明すると、次の4ステップです。ステップ1では、シーンオーディオに楽曲を指定。ステップ2では、オーディオソースと UI ボタンを追加。 ステップ3では UI ボタンにオーディオソースを設定。ステップ4ではタイムラインでオーディオソースとリンクします。それでは実際にやってみます。メイン UI から新オーディオのタブをクリックします。ブラウズボタンをクリックして楽曲ファイルを指定します。ロードボタンをクリックしてロードし、 緑色のランプがついたら正常終了です。赤色のランプがついたら何らかの異常があります。テストボタンを押して確認することもできます。次に、青い背景の人物アイコンをクリックして、オーディオソースと UI ボタンを追加します。オーディオソースはサウンドに、 UI ボタンはトリガーズの中にあります。緑背景の矢印アイコンをクリックして UI ボタンを選択します。ボタントリガータブをクリックします。アドクリックアクションをクリックします。アクションに名前を付けます。セッティングスをクリック。レシーバーアトムとレシーバーにオーディオソース。レシーバーターゲットはプレイナーを選択します。 オーディオクリックに URL、Wave、楽曲名を選択します。テストボタンでテストすることもできます。OK をクリックして画面を閉じます。プラグインズでタイムラインのプラグインを選択します。エディットタブをクリックします。オーディオリンクでオーディオソースを選択します。アニメーションを再生しても動きません。 無音のの状態でではミメーションしないのです再生ボタンをクリックした状態で UI ボタンをクリックすると音源とアニメーションが同時に再生されます。 いかがだったでしょうか今回の番組ではエンバイロメントにオーフィン様のホールシャトードミトレスクをお借りしています。バイオハザードをプレイした方ならお気づきだと思いますが、ビレッジのドミトレスク城のホールに似ています。ソラさんのドレスは、ブラスフェラタス様からお借りしたサンタフォースです。当チャンネルでは、3DCG や AI、 動画編集などに役立つ情報をご紹介しています。励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。またお会いできると嬉しいです。それでは、皆様、ごきげんよう。